人は私の作品について議論し、まるで理解する必要があるかのように理解したふりをする。私の作品はただ愛するだけで良いのに。クロード・モネの代表作印象、日の出は印象派の名前の由来となり代表作となりました。1800年代後半は宗教画や神話画の画題が評価される時代です。当時、一部の評論家の皮肉や感傷を多く受け、ただの印象を描いたに過ぎない価値のないものだと批判されてから、クロード・モネは自らを印象派であると名乗るようになりました。印象派という芸術運動は19世紀後半フランス・パリで起こったのです。現在モネを中心とする印象主義は近代美術史上最も革新的な運動として評価されています。私が求めているものは瞬間性である。とりわけ物を取り囲む大気と至る所に輝く均一な光を表現するためにはもっと努力しなければいけないことがわかるのです。1890年には積み藁やルーアン大聖堂など1日の間に変化する天候や光を描き分ける連作を手掛けます。その後、日本風の橋のかかる庭園を自身で作り、睡蓮の連作を生み出していくのです。有名な三部作日傘を差す女は1875年、最愛の妻カミーユと息子が逆光の中で風に吹かれ、貧しいながらもそこに家族の幸福が感じられる作品です。その妻が亡くなり10年後に残りの2部が制作されます。日傘を差す女の2部と3部は顔が描かれておらず、モデルは5歳でありました。これ以降モネは人物画を描かなくなります。カミーユへの謝罪と罪の意識からか、東洋で救いの意味を持つ蓮と睡蓮を描くことになるのです。この日傘を差す女もクロード・モネの心情を読み解ける作品となっています。そして祈るように書かれた連作睡蓮はおよそ250点にも及びます。モネはこんな言葉を残しています。私がやったことといえば、直接自然を前にして極めて逃げ去りやすい効果に対する私の印象を正確に表現しようと努めながら書き続けたということだけだ。クロード・モネが生涯貫いた印象派哲学は彼が国内外で愛される理由の一つだと言えるのではないでしょうか。本日あなたのために開かれる大人のための小さな美術館はクロード・モネです。知恵の実の美術館をごゆっくりご堪能ください。